なんかさ、何々系 YouTuber みたいな肩書き欲しいんだよね。あー、モノマス系 YouTuber とか迷惑系 YouTuber 的なやつ？そう、それ！あとは、筋肉ピアニスト系 YouTuber とかね。誰だよそれ、そんなカテゴリーねえだろ。いや、いるから。 Google で何々系 YouTuber って検索したら2番目ぐらいに出るから。そうなんだ。確かにそれは私の勉強不足でした、すみません。で、結局パパは筋肉ピアニスト系 YouTuber を目指すってこと？そんなわけねえだろ。絶対いや、頼まれても無理だし。自分で出しといてめっちゃやがりやん。じゃあ何になりたいの？パパは考察系 YouTuber になりたいです。どうかお願いします。やらせてください。考察させてください。考察じゃなきゃ無理なんです。あー、考察して。サイコパスか。考察系サイコパス目指すんか？というわけなんで、考察していきます。無視すんな。皆さんは2ブロック禁止という話題を聞いたことはありますか？ああ、ツイッターとかで見たよ。実は現在、一部の都立高校の校則で2ブロックを禁止しているという事実があるんだよね。そんな最中、そこに疑問を感じたある都議会議員が、東京都予算特別委員会の質疑の一幕で東京都教育委員会に対しこんな質問をしました。2ブロックはかなり広い定義の髪型として今定着している。なぜ2ブロックはダメなんでしょうか？この質問を聞いて皆さんはどう思いますか？議員の言うことにも一理ある、そんな感想を持つ人も多いのではないでしょうか？いや、そもそもどういう流れでそんな質問しだした？ではそれに対して教育委員会の返答はどうだったのか。おーい、話聞いてますか？お尋ねの髪型につきましては、それを示している学校もございますけれども、きちんと類型を示しまして生徒に伝えているところです。その理由は外見等が原因で、事件や事故に遭うケースなどがあるため、生徒を守る趣旨から定めているものでございます。丁寧な物言いではあるが、つまりは2ブロックだと事件や事故、トラブルに遭いやすいというのが教育委員会の見解なんだよね。無視すんな。確かに2ブロックの人は怖く見える、不良の髪型というイメージがあるなどのネガティブな意見も存在している。しかしネットなどの意見では、生徒は見た目で判断されるってこと、いや2ブロックの社会人はいるのに生徒は髪型を自由に選べないのかなど批判する声も多いようです。このように世間では様々な意見が存在しているというのに、なぜ安直にも2ブロック禁止という結論に至ってしまったのか。果たして教育委員会の話した見解は真実なのでしょうか？どうでもいいわ。皆さんも禁止の理由があまりにも薄っぺらいと感じたはずです。そう、今回のこの事件、我々の見解では裏で糸を引いているものが存在しているのです。今回我々はこの2ブロック禁止の裏に隠された真実を皆さんにお伝えいたします。真実じゃねえだろ。その答えをお話しする前に、まず皆さんには一般的な2ブロックのスタイルを想像していただきたい。2ブロックとは、皆さんが想像したように簡単なものであれば、両サイドを刈り上げるだけの、意外にもそれ自体は簡単なヘアスタイルなんだよね。言うならばバリカンさえあれば誰でも自宅でできちゃうスタイルなのです。つまりお金をかけずにできるおしゃれな髪型、そんな要素が2ブロックにはあるんだよね。2ブロックなめんな。ここまで言うともう分かっちゃうかもしれないな。いちいちもったいぶんな。じゃあ行くよ、結論。そうなると困るのはどこの業界かって話。もう分かったでしょ？分かるかい。つまり何が言いたいかというと、この世の中
目に見えているものが全てではないってこと。信じるか信じないかはあなた次第です。どうだったパパの考察。信じるわけねえだろ。みんな最後まで動画を見てくれてありがとう。この動画が面白いと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくね。チャンネル登録は下のアイコンをタッチ。またご意見やご感想もお待ちしております。下のコメント欄からぜひ。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。